彗星の魔女がいよいよ大詰めに入り、期待でいっぱいなみんなの反応集。それではどうぞ。クライマックス PV、感動しました。前半は今までの主要キャラクターたちの名シーンとセリフで、後半は23話の内容が少し解禁されてましたね。ミオリネがスレッタがどんな気持ちでキャリバーンに乗っているか、あんたわかってるの。ってセリフがありましたが、これはクワイエットゼロに乗り込んで、プロスペラにぶつけている言葉なのかな。スレッタのセリフも泣けてくるし、グエルはラウダを止められるのだろうか。今から日曜日が楽しみで待ちきれない。前半のまったりとした学園決闘あたりからシーズン2に入って一気に話が畳み込まれている。シーズン3があるかなと思ったけど、テレビシリーズで一番短い放送は数になるんだね。確かに今の子供飽きっぽいから、1年間で4クール5クールというのが耐えられないっていう話があるね。でもその分みっちりと濃密な話になってた。これなら前後編にで総集編の劇場版後日談ぐらいできるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。あと2話で終われるのかな。さすがに最終回90分スペシャルとかはないか。ぜひ大断円になることを願ってます。2人で指輪選んで最高のドレスを着て、劇中のキャラクターだけではなくテレビの前の視聴者も一緒におめでとうと拍手を送りながら祝福できる結末でありますように。クライマックス PV 感動した。他のガンダムシリーズは4クールまであるって書いてあるから、彗星の魔女も4クールしてほしいな。初めてガンダムシリーズで彗星の魔女を見て好きになったから。 G レコのテレビ版の詰め込み具合見てるから丁寧にやってる方だと思うけどな。内容的に3から4クールやるネタは残ってないし、綺麗に終わってくれることを祈る。これまでガンガン視聴者の予想の斜め上の展開をぶっ込んできたんだから、何が来てもちゃんと見るさ。すごい楽しいです。毎週月曜に録画したのを見てます。あと2回で終わる話ではないよなぁと思って見ています。シーズン2で終わるのは悲しいです。彗星の魔女ロスになります。ぜひ続いてほしいです。ガンダムのテレビシリーズは毎回約50話なので、シーズン4までやるってことかなと思ってますが、それで今のペースだと来年の今頃がちょうど完結ですかね。楽しみだけど先が長いなぁ。もちろん今後の展開が楽しみですが、もう終わりかと思うと寂しいですね。でもとても楽しめたので感謝かな。久しぶりにガンプラもたくさん買ったしね。私は個人的にはいいガンダムだったと思う。どんな結末であろうと見届けますが、できることなら最後にスレミオの幸せそうな姿を見たいと心から思っています。まあ批判されるだろうが、2クール回想会とか含めてもやる内容ではなかった。ガンダムである意味もないし、むしろガンダムでなければどんな評価されていたことだろうか。この作品は2クールで終わらせたらいけない。いつものガンダムみたいに4クールやってほしかった。とうとうガンダムでも1年じゃなく2クールで終わる時代来たかって感じ。1年誰ずかける脚本家も減ってきたんかな。それとも時代がそうさせたのか。スレッタが最後にデータストームの世界で生き続けるようなことになっても精一杯の祝福を送りたいわら。ここまでのずっと濃縮したダイジェストかと思ったら、最後に来週以降のセリフの一部が先行公開。ああはよ本編みたい。個人的にはあと2話で終わる終われる内容とは到底思ってません。最終話の後にスペシャル版を放送するとかわら。あの生徒会の嫌味ばっかり言ってる女とかハロのやつとか終盤に来てついに動き出したけど、誠エランがまだ何もしてないような。学園ものにしたことで従来のファン以外の視聴者が多くて毎回トレンド1位なレベルだもんな。万人受けするためには去り際も後を引くような幕引きが綺麗に思われているってことだろ。これで終わるんなら残念だよな。あのエイジでさえも49話やったんだから、彗星もなんとかならないもんかな。泣いても笑ってもあと2回マサナをスレッタより2カネに死亡フラグ立って来週とか怖いんだけど。
スレッタはエリクトと人格統合して僕娘になるんじゃないかな。何にしてもガンダム作品を認知させるという意味では成功だし、内容もとても面白かったからガンダム人気が爆発するといいんだけどな。どうなる？魔女と獅子とカカシとブリキ人形。もう誰も死なないでほしいけど、機械連合を大量に殺しちゃったお母さんは生きて終われないよね。近年稀に見る醜い作品すぎて何から突っ込んでいいのかわからないくらいひどい出来なのに宣伝だけは優秀。それなのに全く話題になってないからある意味かわいそう。シーズン3もあるよね。あるんだよね。あるって言ってくれよ。じゃないと、俺、リリみたいになっちまうじゃねえか。お菓子のエアリアルを全種類買いました。残りのお話見ながら食べて元気出します。てか本当に終わるのかよ。信じられないわ。過去作見てるおっさんからしたら1期と2期とで密度が違いすぎるわ。受け入れられないわけじゃないけど、せめて4クールやってほしいわ。5に入っては5に従え。周りに媚び売る作品になってしまうとやっぱり今までとは違う結果になるよな。周りに合わせる風潮は嫌いじゃないけど、時代に逆らいよそは予想値はうちで制作取り組んでほしかったわ。続きは、劇場でポンプとなるのかな？来春あたりに、トマトケチャップは大画面で見たくない。あの生徒会の嫌味ばっかり言ってる女とかハロのやつとか終盤に来てついに動き出したけど、誠エランがまだ何もしてないような。実はシーズン4まであるとか？別に終わるとは言ってないけど終わる詐欺だったら嬉しいですが、最終は楽しみにしてます。頑張れスレッタ、地球寮のみんな、あとグエル先輩死なないで。ジャコバ、アオンの怒りでその時イデが発動して行き詰まった軍からだとしての人類がデータストームの中で全てのチルドレンに、おめでとう。で最後書もう。ガンダムは24話では詰め込みすぎなんだということがわかった。別に残り2話で完結に持ち込むと公言しているわけではないけど、そういう香りしかしないのも事実なんだよな。オルフェンズで耐性ついてるから、どんなエンディングでもバッチコイって感じではあるんだけど、頼むから4クール分作ってほしい。当時オルフェンズリアタイしてた時は何も感じなかったけど、今回はマジで終わりそうな気がしてならない。お母さんを悪い魔法使いにしたくない。スレッタちゃん、ええ子やな。今作は本当にこれで終わっちゃうのかな。頼むから4クールやってくれよ。